それでは今回無敗営業高橋さんのについて解説したいと思います。お客様は価格で決めるは本当か、売れない理由は情報ギャップ、営業は3つのグループに分ける、3つの質問、お客様の不安は4つ、それぞれ解説していきたいと思います。お客様は価格で決めるは本当か、まずはこれについて考えていきたいと思います。営業が苦手な方っていうのはこのように言う人が多いです。結局お客様は価格で決めるんです。確かにお客様の立場からするとなるべく安く買いたいっていうのは自然な心理です。ではどのようにお客様は購買行動を決定しているのか、アンケートを実施しました。あなたが普段購入するときに重視していることを選んでください。このようなアンケートに対して一番スコアが高かったのが費用対効果への納得感です。お金よりも効果の方がメリットがある、コスパがいいものを欲しいって思うということです。一方とにかく他よりも金額が安い、このスコアはそれほど高くはなかったです。費用対効果への納得感は効果と比べて価格に納得できるかどうかってことです。一方とにかく他よりも金額が安いっていうのは他の会社の見積もり金額と比べて安いかどうかです。つまり提案は刺さっていたけど価格で負けましたっていう報告の裏側には費用対効果に対するお客様のシビアな目線があったってことです。あなたが売れない理由っていうのは他社よりも高いではなくて費用対効果の問題が大きいってことです。お客様がちょっと高いですね、この金額だと上司が納得しづらくてって言われた場合に費用対効果のことを指しているのか単なる値下げの要求なのか、そこをしっかりと理解することが大事です。高いと言われたすぐ値引きが条件反射になっている営業担当者は費用対効果のことが抜けているからです。営業が苦手な方は費用対効果への納得感を深掘りすることをお勧めします。続いて売れない理由は情報ギャップっていう話をしたいと思います。多くの営業組織ではこういったことを教えられます。営業はお客様視点で、営業のノウハウの書籍もそういったタイトルばかりです。ここで考えていきたいのはなぜ多くの営業はそうしたいわけではないのにお客様の期待からずれてしまうのかです。仕事で着るスーツやジャケット、ネクタイを買おうと売り場に行ってすぐに店員さんが試着できますよと迫ってきたケースってないですか。いえ大丈夫と言って慌ててその場を離れたこともあると思います。いやいやそんなに売り込まれたらお客様は引くでしょと多くの方が思うはずなのに、こういった接客っていうのはなかなかなくならないです。売る側と買う側に分かれた瞬間非常に大きな情報のギャップが発生するってことをしっかりと理解してほしいと思います。売る側の会社の方針とか目標といった情報っていうのは買う側にとっては全く必要がないし関係ないことです。また買う側がなぜスーツやジャケット、ネクタイを買いに来たのか売る側は知らないし知ろうともしない人が多いです。売れない理由っていうのは営業側がお客様の背景について情報不足であって会社からの方針や目標に関する情報過多にある情報ギャップに陥っているってことです。しっかりと情報ギャップを埋めるっていうのが営業でうまくいく秘訣だと思います。続いて営業は3つのグループに分けるって話をしたいと思います。3つのグループっていうのは何なのかっていうと楽勝と接戦と惨敗です。一番簡単に営業が決まるのが楽勝案件です。誰が営業に行っても受注できる難易度の低い案件です。余裕ってことです。僕が営業を学んだ時に刺身の法則っていうのを学びました。刺身の法則っていうのは 30% はすぐ買う、 40% の人は悩む、 30% の人は買わない。要は買うお客様、悩んでるお客様、買わないお客様がいるってことです。楽勝案件っていうのがすぐ買うお客様です。その次の難易度が接戦案件です。だいたい 40% います。やり方次第で受注にもなるし売れなくもなるような案件のことです。ここまで取れれば 70% を目指せます。最も難しいのが惨敗案件です。これも3割は入れます。売れない営業です。誰が営業に行っても受注が難しいことは見えていて勝負にもならないような案件のことです。これら3つをしっかりと分けてリソースをどのくらい投入するか次第で受注率、制約率が大きく変動していきます。何に集中すべきか、それは接戦案件です。楽勝案件っていうのは誰だって売れる案件なんで人によって結果が変わるっていうことはそんなにないです。でも接戦案件に関しては取れる人であれば 40% 取れます。そうしたら制約率は 30% から 70% に増えます。接戦案件についてしっかりとフォーカスすることが大事だと思います。続いて接戦を制する3つの質問で情報ギャップを解消するっていう話をしたいと思います。売れない理由っていうのは情報ギャップです。情報のギャップを解消するための質問が3つあります。1
1つ目は接戦状況を問う質問です。今楽勝案件なのか接戦案件なのか惨敗案件なのか、それをまず見極めるような質問のことです。接戦状況を聞くタイミングとしては、案件が発生した直後から自社が提案を出した直後まで幅広くチャンスがあります。でもできるだけ早めの段階で聞くことをお勧めします。例えばお客様から提案が欲しいというリクエストをいただいたら案件は発生しています。そのタイミングでこのような質問をすることです。ご提案の機会をいただきありがとうございます。ちなみに今回は弊社が提案をお出ししたら社内ですぐご判断されるような感じでしょうか、もしくは自社が提案を出した後でもこの後は社内ですぐご判断されるか、もしくはご検討に時間がかかりそうか、どのような感じでしょうか、このような質問をしてみることです。あっさり決まりそうかどうかという質問に対してイエスという返事があれば、それは楽勝もしくは惨敗の気配が濃厚です。難しいのはイエスという答えが返ってこない場合です。そのケースが接戦の案件です。その時は何がネックになっているのか聞いてみることです。接戦の場合には迷っている対象が競合ライバルがいるのか、単純に保留なのか、ヒアリングをすることによって掴み取っていくことが大事だと思います。2つ目はどの瞬間に接戦が決着したのかをお客様に確認すること、つまり決定の場面を問う質問です。次から自分の営業をどうやって改善していけばいいか、次回のために今後のために重要なヒントを得ることが大事です。決定の場面について詳しく学べば学ぶほど営業の制約率っていうのはどんどん上がります。売れなかったケース、売れたケース、なぜそのような決定をしたのか、しっかりとヒアリングをすることです。制約を取るために必要な行動をやれていたのか、適切だったのか、これを確認することが営業マンとしてのスキルを上げることになるからです。なぜ当社を選んでもらえたのか、なぜその商品を買うことになったのか、またなぜ当社はダメだったのか、なぜこの商品だったらダメなのか、しっかりと理由をヒアリングすることです。また盲点となりがちで絶対に聞いておいた方がいいのが、どの瞬間に決めたか、どの瞬間に商品を購入しようと思ったのか、どの瞬間に商品を購入しない意思決定をしたのか、決定場面についてもしっかりと聞いておくことをお勧めします。3つ目は裏にある背景を問う質問です。裏にある背景を問う質問はお客様との会話であればいつでも使えます。なぜその商品を買ったのか、どういった悩みとか目標があるのか、これをしっかりと把握することです。一言添えることによって相手に聞きやすくなる枕言葉があります。もし仮に価格という点がクリアされていたらとか、あくまで個人的なご意見で構いませんので、このように伝えることです。そうすることによってお客様の背景情報をより詳しくヒアリングすることができます。最後はお客様の不安は4つって話をしたいと思います。売れない理由、不満っていうのはこの4つに集約されます。1つ目、営業担当者としてヒアリングが不十分、情報の把握ができていないってことです。半数以上のお客様が質問がうまくできていないや、ちゃんとヒアリングしてくれないと営業担当者に不満を抱いています。情報不足です。しっかりと質問をしてお客様の理解に努めることです。2つ目が営業担当者としての魅力や価値を感じない、また会いたいと思わないです。営業担当者のプレゼンや醸し出す人柄、雰囲気といったところへの不満です。人柄を磨く、人間力を磨くことが大事です。3つ目、営業担当者としての動きが悪い、レスポンスの悪さといった不安です。ほうれん草を早くする、返事を早くする、レスポンス良くなることが大事だと思います。4つ目、顧客の意図に沿わない提案を出してくる、悩み解決がちゃんとできていないということです。相手が何に悩んでいるのか、どうなりたいのか、しっかりと把握してそれに合った提案をすることが大事です。しっかりとお客様の意図だったり悩みとか目標を汲み取った上で商品の提供をするってことが大事だと思います。それではまとめいきたいと思います。お客様は価格で決めるは本当か、売れない理由っていうのはとにかく他よりも金額が安いではなくて費用対効果への納得感です。価格が高いって言われた時にこれは費用対効果のことを指しているのか、単なる値下げの要求なのか、ライバルに比べて高いのか、しっかりと見極めてほしいと思います。続いて営業とお客様のズレは情報ギャップから生まれます。多くの方が営業はお客様視点でお客様目線が最優先って言っているのに、売る側と買う側で非常に大きな情報のギャップが発生しています。お客様がなぜスーツやジャケット、ネクタイを買いに来たのか、しっかりと売り側っていうのは理解に努めることです。続いて営業は3つのグループに分けるって話をしました。楽勝、接戦、惨敗、しっかりと分けることです。簡単に契約が取れる楽勝と、なかなか制約が取れない惨敗案件にフォーカスするんではなくて、接戦案件にリソースを投入することが大事だと思います。制約率を 30% から 70% に上げるためには接戦の案件、これにフォーカスしてほしいと思います。続いて接戦を制する3つの質問
問です。一つ目が接戦状況等質問です。これが楽勝案件なのか接戦なのか惨敗案件なのかしっかりと把握した上で営業を進めることが大事だと思います。二つ目は決定の場面を問う質問です。次から自分の営業をどうやって改善していけばいいか重要なヒントを得られます。なぜ当社を選んだのか、なぜその商品を選んだのか、なぜダメだったのか、どの瞬間に決まったか、しっかりと決定場面についても理解しておくことが大事だと思います。3つ目は裏にある背景を問う質問です。一言加えることによって相手に聞きやすくなる枕言葉があります。もし仮に〇〇という点がクリアされていたらだったりとか、あくまで個人的なご意見で構いませんので、このようなヒアリングをすることでお客様の裏にある背景をつかみ取ることが大事だと思います。最後、お客様の不安は4つです。営業担当者としてヒアリングが不十分、情報の把握ができていない方、この方は質問力をしっかりと磨くことです。続いて営業担当者としての魅力や価値を感じない、また会いたいと思わない、これに対しては人柄とか人間力をしっかりと磨くことが大事だと思います。プレゼンだったり人柄、雰囲気作りをしっかりとしてほしいと思います。続いて営業担当者としての動きが悪い、これに関してはほうれん草だったり返事を早くする、レスポンスを良くすることをお勧めします。続いて顧客の意図に沿わない提案を出してくる、相手の悩み、欲しいものが提案できているかどうか、営業提案のロジックやお客様の意図っていうのをしっかりと理解することが大事だと思います。営業力っていうのはしっかりと勉強して磨けば鍛えることができます。営業力っていうのは力強い武器になります。営業の仕事をしていない方も営業力があると仕事をスムーズに進めることができるんで、しっかりと学んでほしいと思います。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。